はい、皆さん今日はですね、緊急生 POP ということで、ゴールデンウィークの中心でやったぜを叫んでほしいという、YouTube 配信、まあ WebX というツールを使いながらちょっとやってるんですけど、90分くらいやろうと思っております。まあメインの企画をちょっとざっくり説明しようかね。はい。まあいろいろ告知などは長々書いたんですけど、まあベースは、やったぜインダハウスっていうちょっと新曲を作ろうみたいな。まあ僕と兄が POP としてラップを入れるのはもちろん、もう、声を公募してみんなの言葉を随時受け付けて、それを斉藤工場長が、今まさに仕上げていくという企画を90分でたどり着けるかどうか。マイクチェック初でまずはゲーム俺がプチ AK ビッグウェーブ、リベラル AK ヨハン・トシキと申します。やったー、よしよしよしどうしたどうしたはい、どうも、ハイキング高瀬です。あ、知ってる、知ってる、そうそうそう。本当は今日ね、高瀬のことは告知してなかったって話もさっきしたんだけど、5月6日のイベントにね、シークレットゲストっていうか、追加ゲストで来てもらう予定だったんだよね。はい、勝手に行くつもりでした。東京四ツ谷アートブレイクの店長佐藤でーす。文ちゃんでーす。じゃあ、これで、楽しいことばかりありますように、ね。ありますように。のタトゥー入れてます。意外と大変なんですけど、めっちゃ楽しいんですよ。出た。さすがだね。これじゃなきゃできなかった人と、これだけじゃなきゃ会えなかった人がいっぱいいるんで、めっちゃ人と会うし、会うっていうかまあ、遠隔で会うし。多分俺、この40年の自分の歴史の中で、一番スクラップしてる1時間、1ヶ月。なるほどね。確かに。うん、Hey, hey, hey, POP の友達、YouTuber、父ちゃんは天然パーマという YouTube チャンネルやってます。池さんです。いやー、よろしく。ありがとうございます。Hey, hey, hey. 悪い子は眠らせちゃうぞ。麻酔科専門医のミオシンです。麻酔科専門医ね。お医者さんなんてさ、医療関係って、はい、まあ、ミオちゃんの投稿とかも見てるけどさ、俺らよりもまた違うベクトルの最前線のね、リアルタイムの大変さがね、まあでも皆さん、本当ご協力いただいて、うんうん、だいぶね、頑張ってお家にいてくださってるので、まだまだ課題はあるんですけれども、1ヶ月前に比べたら、少し状況良くなったなと思ってます。あ、それめちゃめちゃリアルなお話ね。あと尺がどんぐらいかまだ聞いてない。はい、できた！おっ、できた！しよめ！さあ、お疲れ様です。お疲れ様です。全然疲れた。全然体力勝負だったわ。なるほどね。完全にフィジカルだった。お待たせしました。お待たせしすぎ。やったぜインダハウス、やったぜインダハウス、やったぜ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 、私もおうち時間、画面越しでも元気にこんにちは。あれやだ今意外と大一番なら、アップデートしていこう常識は。超自由は無理に合わせない、でも心とリズムは合わせたいね。あの頃みたいな未来にバックアゲン、この言葉が発火点、やったぜここぞとばかりにインダハウス。でも何して過ごせばいいかな、いつもより少し小さな声で一人で過ぎ合わないはつまらない。どうするの君なら、やっぱりあの賑やかだった日々が好きだな。だからもうちょいみんなでインダハウス、oh、やったぜインダハウス、続々とおうちのみんなが集まって、やったぜインダハウス、とりあえず楽しいこといっぱいしたい。やったぜリベラル AK4 トシキー、ステイホン、ステイホン、取り出したペーパー、ブレイコウレイコウ、物書きの電波を誘い、ありがとうピガ POP、 俺も乗る領地のヒップホップビーツ、肥満症と誹謗中傷、ストレスがゆえの離婚急増、こんな自分と向き合える時間はそうそうないから、まあ結果オーライ、楽しいことばかりありますように。おうち時間で編み出すフローに思い乗せて、俺も歌うやりたかったぜ、今日チクショーけどやったぜ、やったぜ、おうちで過ごせるあったぜ、新しい景色
ょうもないことでも言って希望という水をやり花を咲かせる。それを未来というかな、ほろ酔いでエモくなるニューカマー。俺ハイキン高瀬みんなとバッカゲン、一緒に曲を作ろう、やったぜ。嬉しくてジャンピン Just like a Bambi、 誰が奈良の小鹿がやれ騒げ。やったぜよ、ギャラもらったスタート、断らせない誘う双子、ゴリゴリゴリビーラファンド、そこの心配だけは何もないの、ならウィンダーファース、みんなで書けなくてもウィンじゃない、不気な日本人が世の見本に、スタジアムのゴミ拾うみたいに、誰から言われたわけではない、染みついたルール気づかれ、空気読め、どうぶやねえって違えよ、箱にも回ってみまわる、そう当然なフィール、お心を呼びしたおもてなし。やったもんがち、人生たのしいだもんがち、ずんずんずんどこぴよぴよ、毎日自由だな、仕事もないし天気もいいし、じゃあ飲んじゃおうかな、いただきます。六本木で遊びたいぜ、マスクに合わせて前髪パッツン、可愛くなったぜ、やったぜ、何かあったら小さくやったぜ、やったぜ、イエーイ、あずもりポケモリやったぜ、やったぜ。コロナなくなる、うちにいるからわかるよママ、子供も大人も感じる感謝、いつもありがとうお母さん、お掃除洗濯おいしい料理、みんなで一緒に手伝おう、またやったぜ、In the house、 1本1本ビール1本だって、お家にいるんだぜ、やったぜ、冷蔵庫の中を開けて賞味期限切れ全部捨ててやったぜ、こっちでジョジョやもゴールデンウィーク、去年の今頃温泉でビール、僕はディアボロ時飛ばすいかほど、コロナと時間はみんな平等、インフラ業務自粛できない、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 インフラ業務自粛できない、自粛できない、自粛、イエーイ、ライブハウスがそろそろピンチだ、自粛自粛と言われて世間からは割とつまはじきにされているぜ、だがしかし俺たちは前を向いている、やったぜ、何度でも言おう、やったぜ、皆さんの愛に、やったぜ、俺たちの頑張りに、やったぜ、さあ旅はまだまだ始まったばかり、困難はユーモアで蹴り飛ばす、やったぜ、 POP 最高、やったぜ、 in the house、 続々とお家のみんなが集まって、やったぜ、 in the house、 とりあえず楽しいこといっぱいしたい、やったぜ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 すぎんだこれ、やったぜとしか言いようがない、斉藤さん、お疲れ様でした。すごいな、お涙、お涙案件、すごい、やったやったら、手を挙げまして、やったぜ、やった、やってんだよ俺。いやそう、でも本当にね、なんかみんななんか良かったなと思うのは、いろんな人からいろんな立場の人からさ、ご意見をいただいてるわけじゃない、こうラップでさ、いろんな役職とかいると思うの、医者から何からさ、でみんなね、でもね、ネガティブな人がいなかったわ、全部聞いたけど、いやそれ超嬉しい、その保証しろとかさ、金がねえとかさ、何か言ってるかなと思ったけど、本当一人もいなかったね、いやもう最高でしょ、だよね。そうじゃないですか。みんなの。お前、まあまあ飲んだな。見てくれた方、超ありがとう。本当ありがとうございます。関わってくれた皆さん、本当にありがとう。僕らはできる限り、
俺は本当子供の学費滞納しても楽しいことしようと思うんで、この調子やっていくんで、皆さんも一緒に頑張りましょう。知らないこと言っていい？ビールだから。いいよ。スニーカーの紐と自粛は緩めない方がいい。うん、そう、そう思う。俺もそう思うや。ありがとう、みんな。じゃあね。やったぜ、やったぜ。ありがとうございます。ね、はい、やったぜ。そのうち動画。